はい、本日はですね、7月10日金曜日です。本日もですね、こちらのバッグを背負っているということはですね、はい、配達でございます。ヤフオクで買った3万円のバイク、そして中古で買った PCX 28万円のバイク、合わせて31万円のですね、かかった元を取るために本日も配達をしていくわけなんですけども、本日はですね、前回ご紹介したメニュー配達、本日はメニュー配達の続きという形でやっていきたいなと思っております。そうする、破裂繰り返す、の方がですね、ただいま11時半前ということで11時28分となっております。なぜ今日やるのかというとですね、なんとですね、今日ですね、お知らせが来まして、全エリア1件あたりプラス400円もらえるということでですね、30件やったら2万5000円もらえる、プラスの1件あたり400円ももらえるということで、あ、これはちょっと撮影を兼ねてやってみようということで、本日はメニュー配達をやろうかと思っております。でもこちらのですね、プラス400円というのがですね、はい、お昼の1時30分までということなので、ちょっと残り時間としてはですね、約2時間しかないわけなんですけども、2時間の間で何件ぐらい取れて、いくらぐらい稼げるのかというですね、検証を含めて今日はですね、ランチメニューという形で配達をしていきたいと思います。ではですね、ちょっと時間もないので、早速配達をスタートしていきたいと思います。やっぱなかなかちょっと起動するまでに時間かかるというのがですね、デメリットなんですけど、ちょっと今状況も状況なのでですね、本日も体温を入力してくださいというちょっと項目も出ております。本日測ったところ36度6分ということなので、36度6分というのを入力します。はい、まだちょっと時間かかりますね。 Uber だとボタン一つでできるんですけども、なかなかちょっとメニューは厳重というかですね、はい、では本日もよろしくお願いしますということで、はい、こちらこそお願いしますということで、では本日もメニュー配達始めていきたいと思います。早速1件目になりました。注文受けます。あ、これですね、他の人と被ったようでして、メニュー配達の場合はですね、早押しで注文を受けるみたいなんですよね。はい、今のでちょっと動画を準備している間に他の方に撮られたという悲劇ですけど、引き続きちょっと1件目を待ちたいと思います。で、本日ですね、メニュー配達をやっていくんですけども、前回ですね、メニュー配達やった時に、実動1時間で3000円稼げたということでですね、本日も2時間でいくらぐらい稼げるのかというのをですね、ちょっと非常に期待しつつ、本日も配達をやっていくわけなんですけども、ちょっと1件目なかなかありづらいというのがですね、前回と変わらない状況ではあります。今11時46分ですね。ちょっと全然ならなくてですね、結局恵比寿の方まで来てしまったんですけども、ようやく恵比寿で1軒目を、注文を受けることができました。じゃあ早速1軒目ピックしたいと思います。1軒目商品ピックしました。配達先がですね、次は原宿ということなので、まずは1軒目配達をしていきたいと思います。ボーナスも今ですね、プラス400円つくということなので、ちょっと金額の方も期待して行きたいなと思います。時刻が今12時16分ですね。最初注文を受けてから、30分経過したんですけども、1件目配達が終了しました。金額の方がですね、576円ということでして、576円はいいんですけども、プラス400円はこれは別途でつく形なんですかね。ちょっとどうなのかがよくわかりませんけども、ついてるみたいですね。本日、1
件で1076円稼ぐことができました。では引き続きですね、ちょっと2件目の方を待ちたいと思います。はい、今場所がですね、ちょうど神宮前なんですけども、結構この辺りお店ありそうなのですぐ2軒目なりそうなんですけども、ちょっとですねならないという形なので、一旦ちょっと渋谷の方に、移動してみたいと思います。はい、今時刻がですね12時23分ですね、2軒目注文が入りました。場所がですね、今原宿なんですけど外苑前ということですね。ちょうど今新宿の方に移動してたところで、2軒目が鳴ったという形ですね。ステーキ屋さんみたいなので、早速2軒目リピューしていきたいと思います。はい、2軒目商品ピック終了しました。場所が今ですね、外苑前なんですけども、次配達場所が、目黒区の駒場ということなので、2軒目配達に向かいたいと思います。時刻もですね、今もう12時34分と、配達開始してちょっと1時間経過したところですので、ちょっとなんとかですね、2軒目早く配達を終わらして、もう1軒できればやりたいんですけども、果たしてちょっとどうなるものかということで、早速2軒目配達向かいたいと思います。今時刻がですね12時54分です。2件目の配達が終了しました。金額の方がですね、682円ということで、プラス400円つくので、1082円といったところですかね。相変わらず、お金自体はすごい単価は高いんですけども、ちょっとやっぱりやる頻度が少なすぎてですね、結局 Uber Eats と変わらないぐらいのお金の計算になってくるんじゃないかなとは思うんですけども、時刻もですね、12時55分ということで、1時半までのボーナスまで、残り約35分ということなので、あと1軒行けるかどうかといったところですけども、なんとかですね3軒終わらして、なんとか今日のランチを終わりにできたらと思います。今いる場所が、目黒区の駒場ということでして、渋谷方面に行くか中目黒方面に行けば、お店の数も増えるので3軒目なる確率が上がるんじゃないかなと思います。そうですね、恵比寿も近いということなので、1軒目恵比寿になったんでね、ちょっと中目黒方面に向かって、もし中目黒にならなければちょっと恵比寿の方に向かいたいなと思います。はい、今時刻がですね、1時9分です。で、場所がですね、結局今目黒あたりまで移動してきたんですけども、まだちょっと3軒目がならずというところで、1時半までのボーナスなので、確実ちょっと3軒目はもう厳しくなってきたところではありますけども、ただやっぱチャンスがある限りですね狙っていきたいと思いますので、もう少しちょっとこの辺りで待ってみて、ならなければもうちょっと今日のランチは終了といったところでしょうかね。時刻はですね、今1時29分です。ボーナス終了まであと1分というところでですね、まさかのですね、もうちょっと諦めかけてたんですけども、ちょっと3軒目が鳴りましてですね、はい、場所が恵比寿ということなので、3軒目ピックしたいと思います。3件目ピック終了しました。配達場所がですね、次不動前ということなので、本日これが3件目、ランチ最後の配達になります。ですね、1時半を超えているので、400円のボーナスがつくかどうかがですね、おそらくちょっとつかないかもしれないですけども、3件目最後の配達をしたいと思います。はい、今時刻がですね、2時2分となりまして、3件目の配達が終了しました。金額の方がですね681円となります。果たしてちょっと400円のボーナスがついているのかっていうところなんですけども、400円のボーナスの方がですね、なんと、1時半までで配達が終了した案件のみということでして、残念ながらちょっとですね、3件目の配達に関しては、400円のボーナスはつくことはなかったんですけども、ただですね、3件目の配達で、レベルが上がったということで、プラス1000円のボーナスがつきまして、はい、というわけでですね、本日は、ランチメニューで配達をしてみたらどうなるのかというところでですね、総括していきますと、3時間
は稼働しまして、配達回数としては3件配達をしました。金額が3939円となりまして、時給計算すると、1313円となりました。Uber Eats と比べてみての話にはなるんですけども、Uber Eats と比べてもう見てわかる通りですね、3時間やって3件なので件数的にははるかに低いです。ただですね、3時間で3件しかやってないにもかかわらず3900円稼ぐことができたということで、1件あたりの単価がですね、ボーナス抜きにしてもやっぱりはるかに高いという計算になります。もちろんこのですね、単価が高いというのがずっと続くわけではないとは思いますけども、ただですね、単価がいい状況が続く限りはですね、引き続き、このメニューをやってみるのはありなんじゃないかなと思います。ただやっぱりですね、相変わらず鳴る頻度が少ないというのがですね、最大のデメリットでありまして、これがですね、もっともっと鳴ってくれるようになればですね、この金額も上がってくるんじゃないのかなとは思います。世界は喜びが溢れている、物語はいつも果てしない、野望腕に星を夢に疲れ。あとですね、Uber Eats と併用して、二刀流と形でですね、配達をやっていけばもっともっとちょっと効率よく稼げるんじゃないかなと思いますので、引き続きですね、31万円のバイクを元を取るためにも、配達の方を頑張っていきたいと思いますので、ぜひ皆様これからも動画のご視聴とともにチャンネル登録と高評価ボタンをよろしくお願いいたします。